エンリケ2世は、カスティーリア王国トラスタマラ王朝の初代国王。即位するにあたって協力した、貴族、聖職者に、多くの領地を与えたため、恩朝王と、また出自から、諸子王と呼ばれる。アルフォンソ11世とその愛称レオノール・デグスマンの子。同母テーマイに、ファドリケ、テリオ、サンチョ、フアナがいる。 現在のスペインでは彼に殺されたカスティーリアオ・ペドロ・一世の再評価に伴い不人気だという。長男であったが諸子だったため、王位継承者からは除外され、トラスタマラ博の養子に出されていた。1351年、父が死去して、イボテで正式な着男であった、ペドロ・一世が即位すると、王位を奪われることを恐れた、ペドロ・一世とその聖母によって、 自身の聖母は殺され、自分自身も命を狙われてしまう。このため、翌年、フランスやアラゴン王国の支援のもと、ペドロ一世に対して反乱を起こした。ペドロ一世には、エドワード・クロ大使を中心としたイングランドが支援した、ため内乱は長期化する。1366年、大軍を率いて、カラオラに到達し国王となることを宣言。貴族、僧侶に、 多額の金銭や領土を与え、国内勢力を次々に味方につける。これはエンリケの恩長と呼ばれている。ナヘラの戦いで、ペドロ一世とイングランドの軍に敗れるなど、一時は黒大使に追い詰められたこともあったが、1369年にモンティエルの戦いで、ペドロ一世の軍勢を破り、ペドロ一世を廃止させ、王として正式に即位した。 内戦の際に、フランスの支援を受けたことから、100年戦争では、フランスを支援して1372年には、ラロシェルの海戦で、イングランド海軍と戦い、これに対象している。また、アラゴン王国とも婚姻関係を結んで、その親睦を深めるなど、後のスペイン王国誕生の基礎を築き上げた。また、セゴビアのアルカサルを改築。現在は、 世界遺産となっている。1379年5月29日に、ペドロ一世を慕うランゴバンという騎士に殺された。その時に首をランゴバンの仲間に切られ、行方不明となった。処刑される、ペドロ一世とそれに見えるエンリケ協力した、貴族、聖職者に、多くの領地を与えたが、結果国内の貴族勢力が増大した。 また、王よ散脱したがゆえに事故を正当化する必要があり、ペドロ一世は記録を残す聖職者とは不仲だったこともあって、同時代の記録ではひいき目に見られていると考えられる。ビリエナ・ハクフワン・マヌエルの娘、フワナ・マヌエルと結婚し、以下の子女を設けた。他に、多くの書子を設けた。ありがとうございます。